ノエル・ドービルは、メルキュレに生まれ、コーヌクール・シュルロワールで死去した、フランスの画家、風刺画家、ポスター画家。ドービルは、同時代の政治家や作家たちの肖像を数多く、手がけた。アルフレド・ドレフュスの1899年の裁判の、際にも、法廷でスケッチをした。ドービルは、ポール・ル・ヌアールの画塾に学んだ。白黒での描画に注いだ情熱と、鋭い筆致の思考が、 彼の才能を形作っていた。指定二人は1905年のリエージュ万国博覧会の際に協力してアルバムを制作した。ドービルのスタイルはあくまでも善意の範囲に止まりながら少々性意気なユーモアを感じさせるものが多かった。ドービルは週刊のエイリ風刺雑誌ラシエット・オブールの常連機構者だった。息子のジャン・ドーィルは画家で リトグラフや舞台美術も手掛け、孫のジェラール・ドービルは、漫画雑誌、バイアニア、ルコールのイラストレーター、漫画家となった。さらに、ひ孫のジェローム・ドービルは、ジャーナリストである。第一次世界大戦が始まると、ドービルは、陸軍の予備部隊に招集された。1915年には、パリの地下号で、陸軍大臣付き将軍の初期官に任じられた。その後は、 地形図作成部隊に配属された。ノエル・ド・ービルの文書類は、ボーヌの公文書館に、作品は、ボーヌ美術館に残されている。ノエル・ド・ル・ビル、アーティスト・ EN ・レピブリークと題された、回顧展が、2015年3月25日から11月29日まで、ボーヌ美術館で開催された。ありがとうございます。